ちょっとね、2ヶ月前ぐらいから溜まってるので、どん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 行きたいと思います。どん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 ね。頭痛い。薬が途切れてきた。ちょっと2ヶ月前からね溜まっちゃってるんですよ。はい、推しが姫のことを結婚したいくらい好きなんですけど、どうすればそんなに好きになってもらえるのか教えてください。これはチカナのファンかな。推しが姫のことを結婚したいくらい好きなんですけど、なるほどね。そう、熟成マシュマロ、腐ったマシュマロを今から読んでいきます。2ヶ月3ヶ月前の、でも私は普通に生きてるだけでそうやって愛してもらえてるんですよ。なぜかわからないですけど、この間なんかお誕生日プレゼントもいただいて、なのでやっぱチカナの愛は私のものなのかなみたいなところがあって、申し訳ないですけど私には勝てないと思います。申し訳ないですけど。そう、リカタンは僕のなの。リカの、リカはリカのもの。誰のものでもないです。リカはリカのもの。はい、次、駅伝は好きですか。駅伝はたまにお正月見てたけど、そんなに好きって言えるほどではないですね。やっぱりリカちゃんは最強って今更気づいた。陰ながら応援してるよ。ありがとうございます。気づくの遅いですね。にわかファンで申し訳ないですが、あなたのダンスがとても好きです。 YouTube でやっていらっしゃるブランドの立ち上げ楽しみにしております。気の利いたこと書けませんが、どうぞお体を大切に。あなたの人生をあなたが望まれるままに歩んでいけますよう心よりおね。すごいすごい、ご丁寧に書いてくださっててありがとうございます。嬉しい嬉しい、優しい人ですね。アイドルとしてもプロデューサーとしても人としても全てにおいてリカちゃんは天才だね。ご清聴ありがとうございました。どうしたの急に。ありがとう、嬉しいです、そうやって言ってもらえて。リカちゃんは基本的に戦う時は自分でちゃんと戦う人だから、思いのままに生きられたらいいと思い、いつも見ていて思っています。これは褒めてるのか。確かに戦う時はね、やっぱ一人だし、やっぱ信用できるのは自分だけだと思っているので、そこはね。最後に信じられるのはやっぱ自分だと思ってるので。はい、中井さんって視力悪いんだっけ。最近悪くなってきた。AKB に移籍して、なんで。なんで移籍しちゃえなの。そんなこと言わないでよ。 AKB さんもね、素敵なグループですけど。クラクラのミュージックビデオ最高に可愛かったです。ちょっぴりスパイス入った感じも天才。見たいところいっぱいありすぎて何度リピっても可愛い。天使ちゃんのふわふわも一人ずつ違って可愛いし、寝起きな感じもナースなところも全部好きです。
個人的に一番好きなのはリカちゃんがウィンクしているところ、可愛すぎる。うつうつした毎日を過ごしているので MV 見て幸せに浸ろうと思います。嬉しい、ありがとうございます。クラクラのミュージックビデオはね、元気のない時に見てくださったら嬉しいなって思います。曇っていてもあなたたちのことをちゃんと見てますよと、雲の上からね、曇っていてもちゃんと照らせるように私たちが太陽になりますというコンセプトなので、ぜひ疲れた時とか元気ない時に見てください。後輩から頼られるって昔は思ってましたか？どういうこと？私別に頼られてないですよ。怖がられてはいますが。後輩からの好き好きビームはどう受け止めてますか？ありがとうって。それがもしも営業だったり、自分の利益になるから好きって言ってくれてるとしても、私はみんな平等にありがとうって思ってます。本当に嫌いな人にはどんな態度を取りますか？関わらないようにしますね。自分からは間違っても関わらないようにするし、その人の話題とかその人について触れないようにします。はい。リカちゃんお疲れ様です。ずっとずっと応援してますよ。また新潟の劇場にも行きたいです。コロナで大変だけどまた北海道に来てくれるのを待ってます。ゼップとかでソロライブとかいかがですか？確かにね、まあ落ち着いたらね、いろいろできたらいいなと思いますけど、ソロライブはねちょっとどうだろうっていう感じはしますが、北海道行きたいですね。ホタテ食べたいので。はい、次。マシュマロお初で ごめんね、どんどん行くね。お初でございます。ありがとうございますね。少しですがリカちゃんにメッセージ届いてくれたら嬉しいっす。リカちゃん、チームオピメ、NGT48、アブコナ、クラウディ、クラウディ、全部応援してるっす。世界で一番、世界で素敵な一番可愛いリカちゃんっす。はい。あの、ね。日本語ね。頑張りましょう。ありがとう、でも嬉しいです。あと、2日で久しぶりに、約3ヶ月ぶりにお話し会でリカちゃんと話すことができる。県外組だから劇場公演に行くことができないから、リカちゃんと話す機会が全然なくて寂しかったよ。楽しみだな。でもね、これ県外組も応募できるようになったので来てほしいなと思いますし、まあね、感染予防をしっかりとして、劇場が対策されてるのでしっかりして遊びに来てくれたら嬉しいなと思います。はい、こんにちは。日暮らしでリカ姫を見てお顔の可愛さに衝撃を受けました。それ以来いつも可愛くてアイドルでダメだ、ちょっと薬飲む。ちょっとね痛い、頭が痛すぎる、頭が痛すぎるのでちょっと薬を飲ませていただきます。申し訳ねえ、申し訳ねえですが薬を飲ませていただきます。ごめんね、途中なのに。はい、こちらですね。私がよくお世話になっているこちら飲ませていただきました。はい、
続きやっていきたいなと思います。こんにちは。日暮らしでリカ姫を見てお顔の可愛さに衝撃を受けました。それ以来いつも可愛くてアイドルでキワキワなリカ姫を応援しております。最近だとクラクラの世界観やダンス、衣装や楽曲など全てが可愛くて MV 何回も見てます。一つ質問があります。私は心の中やツイッターでリカ姫とお呼びさせていただいているのですが、リカ姫ではエゴサされないのですか？してるしてる。リカ姫、中井リカ、リカ姫、オピメで検索してます。最後になりましたが、これからもさらに可愛く NGT じゃないよ、48グループを引っ張っていく存在となれることを願っております。体調に送る。ありがとうございます。してますよ、してます。エゴサめっちゃします。はい、リカタンでも検索して、リカタンだとね違うアイドル出てきちゃったりするからね。そうなんで、中井リカでよく検索して、だからハッシュタグ中井リカとか私のツイッターをあっとつけてもらえたら検索出てくるので、ぜひつけてください。頭痛い。はい、マシュマロ、ふわふわキュアキュアなリカちゃんにぴったりだね。ハート、ありがとうございます。ありがとうございます。くだくだ見ました。リカちゃんの世界観とても好きです。リカちゃんがウィンクするところ可愛いがすぎて心臓止まりました。優しくてファン思いな素敵な推しメン様、大好きです。ありがとうございます。めっちゃ嬉しい。ありがとうございます。クラクラのメンバーはどういう基準で決めましたか？プロデューサーの立場でメンバーとして自分も入れた理由もあれば。自分も入れた理由は、最初は私入れないで行こうと思ってたんだけど、やっぱ私が最初は入ってた方が私が作ってるユニットとして話題になりやすいかなと思って、初めは入れておこうと思って入れました。はい。あとはプロデューサーっていうよりもメンバーをよく知ることで、やっぱ設定をこう作りやすいというか、プロデュースをできやすいなって思ったんですよね、やっぱ私が一番。だからメンバーも、まあ、顔の雰囲気とか、あとはそれぞれのスタイルだったり、自分の好きなものを上手に表現できる子たちをやっぱ選びたいなっていう思いはありました。私はコロナが流行るずっと前からマスク依存症で、どこに行くにもマスクが手放せないし、マスクをつけないと怖くて人の顔もまともに見ることができません。だからなんでこいつマスクつけてんのって思うかもしれないけど不満で話せないので、お話し会もまたマスクをつけて参加させてもらいます。リカちゃんとのお話し会は口から心臓が出そうなぐらい毎回緊張して頭真っ白でうまく話せませんが、大好きなリカちゃんとお話できるの今から楽しみにしています。読んでくれてありがとう。私も中学校の時にマスクないと生きていけませんでした。だから気持ちわかります。ずっとあごましてた、あごマスクしてましたぐらい嫌だった。その顔が見られるのが嫌だったし、今もすごくね、マスクしてないとお外に出るの不安っていう気持ちは とってもあります。はい、はい、なので気持ちはすごくわかります。お話し会は自分が
話しやすいスタイルで全然構わないので、またお待ちしてますね。ピメ好き、ありがとう。10周くらい回ってリカちゃんに帰ってもいいですか？いつでも、メーガン。私は来るもの拒まずなので、去るものを追わず、もうずっとそのスタイルなので、いつでも待ってますよ。リカちゃん可愛くて本当に大好き。いいねくれるところも湧いちゃう。好き、可愛い、ありがとう。やばい、読めない。ボーチェエムイトフォファアエテタレントサ、やばい、わからない。これあれ、ここコピペできないの？コピペできない感じ？翻訳したいんだけど。どうやった？なんか外国語なんですよね。あ、コピーしたらいいか。ちょっと待ってね。翻訳。あ、ダメだ、コピーできないんだ。わからない、どうしよう。どうしよう。あ、待って、できたかも。ヘイシリー、翻訳して。はい、どの言語に翻訳しますか？英語、はまたは中国語。もういい、もういい。ちょっと待ってね。使えねえな。ポルトガル語だ。あなたはとてもキュートで才能があります。あなたの顔はとても小さくて美しいです。あなたの声は素晴らしいです。ブラジルの大ファン、レオナルド。レオナルドかい！マシュマロって匿名なのよ。ちょっと、マシュマロ匿名なの？ありがとう。でもそう、名乗ってある人は読まないからね。お前かわいいな、今日からファンになるわ。そんな上から目線な人はファンじゃなくていいです。マシュマロかわいい、なにこれ、かわいちゅうでしょ。好きです、ありがとうございます。おびめショールーム楽しいです。友達とカラオケに行っては僕が歌う時だけ盛り上がりません。どんな歌を歌う、急に相談来るね。どんな歌を歌えば盛り上がると思いますか？カラオケ盛り上がる歌で検索。それかもうあれだよ、パーフェクトヒューマン。
片足川ピメ、常にキラキラのアイドルでいてくれてこちらこそありがとう。優しくて頑張り屋さんでセンス抜群でゲーター社のピメが大好きでずっと押し続けてさせてもらいます。ありがとう。リカちゃん大好き、リカも大好き。ありがとう。クラクラちゃん本当に最高、リカちゃんのセンスに脱帽です。ありがとうございます。はっきり言ってほしい、めちゃめちゃキュンキュンしました。オピメの世界観可愛すぎます。歌番組とかも出てほしいな、いつかはね。確かに出れたらいいね。現役 JK ファンから来てますね。 JK しか勝たんということでね、太ももペロペロといったところでね、ありがとうございます。就活中なのですが、リカちゃんの可愛さとメンタルの強さに助けられてます。ありがとうございます。こちらこそ就活頑張ってね。姫様ずっとずっと大好きやで。ありがとうございます。ぶっちゃけ最近かなり病んでるみたいですが大丈夫です。3ヶ月前私に何があったんだ。元気ですよ。赤井さんの親御さんくらいの年齢のおじさんだから、握手行ったり見ぐり申し込んだりするのなんか申し訳ないって思っちゃうんだよ。見ぐりって呼んでるのイコラブのファンぐらいじゃない？これイコラブのファンの人でしょ。おじさんが言っても大丈夫？大丈夫ですよ全然。 NGT のみんなが大好きすぎてます。みんな可愛くて甲乙つけがたいですが、おぴめちゃんはその中でも大好きなメンバーです。こんな浮気者ですがひっそりとおぴめちゃまも応援していくつもりです。これからも頑張ってください。大好きです。ありがとうございます。前世は天使ですか？可愛すぎますし心が綺麗な方なんだなって印象があります。どこを見て？人は人、自分は自分です。これからも我が道を進み無理しない程度に頑張ってください。ありがとうございます。坂道を見ぐりなるほどね。我々おしゃべり会なのでそこだけちょっとそこだけ。前世は天使ですかって言われてますが、前世は多分、人魚姫頑張ります。ありがとう。医療従事者なので県内済みでも劇場に応募できないのですが、陰ながら大変頑張ってください。医療従事者の方ってもうプライベートもさ制限されるから本当に大変だと思うの。息抜きもできないし自分のね時間も奪われるし、ただでさえ人手が足りないのに感染者は増えるし、すごく大変だと思うんですけど頑張ってください。私はダンスと歌でしか届けられないけど、もしも動画が見れるコンテンツがあるのであればそちらで私からのパワーを受け取ってくださったら嬉しいなと思います。おはよう。今日もクラクラの MV 見て頑張ると頑張ってください。ありがとうございます。言葉は届いていますか？そこに乗せた気持ちは届いていますか？多分あなたが思うより僕らはあなたのことがずっとずっと好きです。ねえ、なんか素敵な人が来た。言葉届いてますよ。そこに乗せた気持ちも届いてます。本当？僕らってどこまでが僕らなの？教えてみて、リカに。本当にその僕らにここにいるみんなは入っているの？誰？僕らって言っていて、僕らの中に入ってるよって思う人手を挙げてもらっていいですか？プチョヘンザ。じゃあ半数ぐらいダウトって思ってるけど、まあいいや。ありがとう、届いてますよ。台風が迫ってくると人の気持ちは不安定になる。本当不思議。信頼する姫にしか届かないメッセージだと
なるとつまらない独り言をつぶやきたくなる。ほんと不思議。詩人2、詩人2ですね。詩人2来ました。ありがとうございます。確かに。でもこれ3ヶ月前だけど、3ヶ月前も台風来てたのかな。今も来てるよね台風。チャンスーってやつ。リカチアお疲れ様。覚えているかは分からんけども、中井さんと僕更新したらたまにでいいので見てくれてますでしょうか。見てますよ。めちゃめちゃあれだね、自分ってわかるやつ書いてきたね。こういうのやめてください。マシュマロは、マシュマロは匿名性がいいのでこういうのやめてください。ありがとうございます。オピメはいつも可愛くて歌もダンスも上手で最高に好きピ。ありがとう。私君のことが大好きだ。何？日本語を勉強してください。頑張ってる姿いつも感心してます。これからも姫の思うようにアイドル楽しんでください。その姿が私たちを笑顔にしてくれてます。いつも本当にありがとう。こちらこそありがとう。みんながいるから頑張れるんだよ。胸のために何か努力したことありますか。倍上司胸のためにおっぺーってことだよね。のことだよね。努力してることは、特にないかな。特にないかも。でも、人より鶏肉が好きです。人より鶏肉が好きだし、キャベツも好きだし、だからだと思います。うん。でもね、本当にみんなが思ってるより、ちょっと待って、みんなが思ってるよりね、あるんだよ。みんなが思ってるよりあるの。でもあの、これだけは言っておきますが、あの、柔らかいです。柔らかいです。ふわ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 バストです。はい、そこには定評があります。はい。メンバーからの定評があります。はい。うん。どれくらいふわふわふわ。柔らかいです。はい。あとはご想像にお任せします。バカじゃないわ。はい、ひっそり応援させてもらってます。ありがとうございます。ひっそりでも何そりでも嬉しいよ。芸能人がこれしてるの初めて見た。中井梨花さん、かわいいかわいいかわいい、嬉しいです。
ありがとうございます。私芸能人じゃないですよ、反一般人です。マシュマロ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 な水着グラビアってエロい目線でリカちゃんを見ていいんですか？伏せ字オープン、ダメだ、プレミアム会員じゃないと伏せ字オープンできない。なんだろう、エロい目線で見ていいです。何か例えばどういうことですか？皆さん教えてください。エロい目線って何ですか？どういう目線ですか？どういう何するんですか？エロい目線で見ることによって何が違うんですか？まっすぐな目で聞くなって言われてなんで？何が違うの？だって別に水着着ててもリカはリカだから普通に可愛いねって見てくれたらいいんじゃないの？エロい目線で見ることによって何が違うの？普通に見るのと。エロい目線では見ないようにしてる？確かにせやな、確かにせやなが柳瀬隆に見えたわ。柳瀬隆さんに見えましたわ。確かにセアナが。エロい目線で見るっていうことは柳瀬隆さんってことですか？どういうことですか？服が少なくなると魅力が上がるって不思議やね。なんだろう。がまあアイドルだからわからない。エロい目線ってどういうことなのか。無邪気な笑い方が可愛い。下品って言いたいですか？これは。リカちゃんは存在するだけで、存在することを SNS で伝えてくれるだけで、たくさんの人に癒しを与え、勇気元気やる気を爆上げしてくれてます。めっちゃすごい能力の持ち主なんです。最高なんです。リカちゃんはいつも頑張ってくれてありがとう。私にはリカちゃんの頑張り伝わってますよ。人に感動を与えることができるのは本当にすごいことです。ファンを楽しませようと努力してくれてありがとう。リカちゃん推しになってよかった。好き。彼氏とあまり身長が変わりません。私は普段量産型の格好、かっこ膝丈の花柄スカートに白のトップスとのため合わせるのはいつもハイヒールです。しかしヒールを履くと彼氏よりもでかくなってしまいます。量産型ミニスカートに合わせる靴を教えてほしいです。または作ってほしいです。これはですね、量産型の靴に合う、量産型の服に合う靴っていうのはなんかちょっと高めのヒールのふわふわのピンクのやつとか、レースがついてるやつとか、黒い厚底ハイヒールみたいな感じなんですよ。だけど
最近思った、なんかローファーみたいな、ちょっとこうなんだろう、コテッとした靴あるじゃないですか、先が丸くなってる、丸くなっててこういうホルダーみたいなのがついてる靴って、あの白ソに合わせるとヒールがなくてもとっても可愛いんですよ。だからそれやってみたらいいと思います。うん、なんか足首にストラップとかあると足そんなになんかヒールじゃなくても可愛く見えたり長く見えたりするよね。だから先が丸くなってる、なんか最近さドクターマーチンとかでも出てるやつなんだけど、なんかローファーっぽいやつでも可愛いかなと思います。はい、誕生日を腹痛で迎えるという今までの人生最悪の誕生日になりました。なんとかリカちゃんとのお話し会で最高の誕生日になってほしいです。なったかな。お誕生日おめでとうございました。はい、辛いものがそれなりに好きなのですが、食べると大体胃のコンディションが絶不調になります。それは辛いもの得意とは言いません。自分の体調と相談して食べてくださいね。はい、リカちゃん、いつもリカちゃんの投稿を楽しみに見ています。クラクラのはっきり言ってほしい、毎朝毎晩聞いてお仕事も頑張れています。素敵な曲だなって思ってきたらお絵描きしてました。仕事が忙しくなって一度はお宅から離れたけれど、また始めてもいいですか、待ってますよいつでも。ありがとね、絵も描いてくれたんだ、嬉しい。お、YouTube の動画とかを見てもリカちゃんの頑張りがいっぱい伝わってきます。プロデュース力も抜群で、メンバーのことをすごく大事に考えているなと改めて思います。褒められて照れてるリカちゃんも好きです。もっとたくさんの人にリカちゃんの優しさを知ってほしいと思います。嬉しい、優しいね。中井さんはファンキーで面白い。なんだこの安易な意見は。初めてのマシュマロで何書けばいいか悩みまくったけど、辛い思いとかきっと次へのプラスになるし、悲しいこと辛いこといつかきっと花開くと思うので、リカちゃんらしく頑張ってください。リカちゃんの笑顔のために自分も頑張るね。ずっとあなたの味方です。チョキ、ありがとう。リカもチキだよ。あ、やっと2ヶ月前になった。さっきまで3ヶ月前のやつ読んでた。あ、でもだんだん結構減ってきたかも。あ、減りましたね、なかなか。今日はもうそろそろ終わろうかなと思っておりますが、結構寝かせてるんだよね私。腐ったマシュマロをずっと読んでる。そう、2回目の配信なのでそろそろ終わろうと思う。さっき2時間ぐらいやったんだよね。メロン食べたいかも。急にメロンが食べたくなった。今日誕生日なんだ、おめでとう。二部制配信ありがとう。いいえ、なんだこのメダルは。たくさんありがとね。あれ、1位見えてないけど、フォッカーさんかな、多分。
1位見えてないな見えなくても分かるってすごいね、1位が誰か7位が賢秀さん、6位がチョロスケさん、お久しぶり、5位がビスコさん、4位が堀もきさん、3位がゴーちゃん、2位がゴリアムさん、1位がフォッカーさんでした。ありがとう。そう、また明日、明日できるかな。明日はなんとライブなんですね、十日町の。なのでちょっと私は今日早く寝ようと思いますので、みんなありがとね、配信ありがとう、頑張るね。そう、あれ明日だよね、え違ったっけあれ明日だよね、え明日だよね、明日は配信できたらしますね、ありがとう。じゃあ終わります、バイバーイ。休み。